平野歩夢11月29日隊は日本のスノーボーダー、スケートボーダー。2014年ソチオリンピック2018年ピョンチャンオリンピックに大会連続銀メダリスト。2020年東京オリンピックスケートボード日本代表。2018年現在、冬季オリンピックにおける日本代表選手としての最年少メダル獲得記録保持者でもある。 新潟県村上市出身。村上市立村上第一中学校卒業。海市国際高等学校アスリートコースを経て2017年4月、日本大学スポーツ科学部に入学。兄の平野秀樹、弟の平野海宿も同じくスノーボード選手。スケートパークを運営する父、平野秀則のもとに生まれた。4歳の時に3歳上の兄の影響で、 スケートボードとスノーボードを始めた。福島県南会津町の会津高原南郷スキー場や山形県小国町の横根スキー場でドロップインからライン取りの練習を行った。その後小学4年時にスノーボードメーカー、バートンと契約し、2011、2012年の全米オープンのジュニアジャムで連覇を果たした。2011年3月、 アメリカバーモントシューストラットンで行われた全米オープンの決勝で13位に入った。14歳で出場した2013年1月に開催された X ゲームズでは難易度の高い技を他のトップライダーが繰り出す中、圧倒的なエアの高さとパイプ内でのパーフェクトな動きで史上最年少で銀メダルを獲得した。 2月にスイスのラークスで行われた欧州オープンでは優勝した。同年8月にニュージーランドで行われた W 杯開幕戦で優勝した。なお、平野は最年少で TTR ワールドスノーボードツアーのハーフパイプ部門において年間王者になっている。2014年のソチオリンピックで平野は2月11日に行われた決勝で1回目で90.75点。 2回目で93.50点をマークし2位につけ金メダルを獲得した。なお、15歳74日でのメダル獲得は、冬季オリンピックにおける日本人史上最年少記録であり、平野と同志木で同メダルを獲得した平岡拓と共に日本人史上初のスノーボード競技でのメダル獲得となった。また平野はスノーボードにおける 最年少のオリンピックメダリストとして、ギネス世界記録に認定された。同年4月に平けし国際高等学校に入学した。2015年、欧州オープンで2位、全米オープンで3位等の成績を残し2014から2015、シーズンから新設された、ワールドスノーボードツアーアップロシリーズで、男子ハーフパイプ部門でシーズン王者となった。 2015から2016年シーズン、平野にとっては開幕戦となった12月、ブレッケンリッチのウィンターデューツアーに出場し予選を四位で通過、13日の決勝は二本目のランをうまくまとめ二位になった。2016年1月、平野はスイスのラークスで行われたラックスオープンに予選免除の招待選手として出場し、21日の準決勝を一位で通過して、 翌日の22日の決勝を3本目のランで完璧な滑りを見せ1位になり優勝、またオセロで行われた初開催された XGames には決勝を1本目のランから高得点を出し初優勝した。2016から2017年シーズンは未成年者選手の飲酒騒動を受けて飲酒を否定している平野も第三者委員会の調査のため活動休止を余儀なくされた。 最終戦の3月の全米オープンでは、左膝の内側側副靭体を損傷と腹部を強打して、肝臓も痛める、大怪我をした。2017年2月、平野は住宅メーカーの木下工務店などを参加に持つ、木下グループと所属契約を結んだ。それまで所属していたバートンからは引き続き用具の提供を受ける。同年4月、日本大学スポーツ科学部に入学。 2018年1月28日に開催された XGames スパンでは史上初連続縦2回転横4回転を決め金メダルを獲得した。2018年平昌オリンピック2月14日に行われた決勝2回目平野は連続縦2回転横4回転を決め95.25点をマークしてトップに躍り出るも 3回目最終滑走のアメリカのショーン・ホワイトが97.75点をマークして逆転された。結果としてホワイトに次ぐ2位に入り、平野自身冬季五輪で2大会連続となる銀メダルを獲得した。2018年11月、2020年、東京オリンピックで新種目として採用されるスケートボードに挑戦することを表明。 東京オリンピックが1年に延期されたことで2022年北京オリンピックとの間隔が狭くなり、スノーボードの練習との並立が難しくなる中で、2021年5月のスケートボードの国際大会で日本人トップとなり、開催国枠で東京オリンピック出場権を獲得。2021年8月5日に開催された東京オリンピックスケートボード男子パークに出場し、 予選は通過できなかったが、日本で5人目となる夏冬五輪出場選手となった。HP イコールハー。ありがとうございます。